話が途中でコーニスの興味津々ドクマモイさん、ダユさんです。ドクマモイさん、ありがとうございます。TBS も綺麗になったね。そんなおなじみのそんなツッコミでもういきなりですか、かまされちゃいました。いやいや、立川談志が帰っちゃったんだって。あ、そう一回ね、でもちゃんと来ていただいたんですよ。それはね、あいつね、すぐ会ったんです。その後会ったんですか。そしたらあの帰った後対応が悪いって言ってたよ。そうだよね。で今ね、俺ね、そんなんだったら文化放送行ってみようじゃないかということで、ゆりちゃんも昨日来たんだろ。そうで、ゆりちゃんも TBS より対応がいいじゃないかなって言ってた。いや言わせない、言わせないね、あいつ世話になってんだから TBS に。それで私がそう言ったから、と思ったら、ちゃんといい対応ですよ。かわいい子が。かわいい子が、だって水着で待ってた。今日は特別ですよ、だから。まぶしさんの中に。秋田屋はもう大変だしね、人が多くて。そう。いや、俺たちにとって秋田屋なんてのはね。ああ、知ってるんだ。ここの海の時代から知ってる。大繁盛してますよね。まぶしさんは本当になんか、江戸時代から生活してるようなことを知ってますよね。さっきここ来た時にね、勝海舟とね、西郷隆盛がね、喧嘩してやる。喧嘩してやる。喧嘩してました。本当はね、あれね、仲良いってのは嘘。そうなんですよ。芝公園でね、花見しながら喧嘩してんだよ。どうしてそうやって、それでね、そんなこと言うんですか。いやいや、ほんで、クレッセントで話をしようなんてね。クレッセントで、おしゃれなところで。もういろんなこと言ってるから。なんかこれ始まるんだってね。始まる、終わるんですよ。あったくも。まさこちゃん、どう。番組20周年記念の写真集を。昨日すごいですよ、こいつ。作りました。大沢さんにごますちゃって、それでもうなんかね、文化でないもんだから、今度 TBS やらせてもらおうと思って、3人で喋るんだよ。あなたもこの番組長くやってんだから。そうですよね。20年ぜひお持ち帰りください。20年なんてな、まぶしさん、お茶の子だよ。38年。今年もしかずっとやってれば39年目に入る。9年目に。じゃあもうすぐ40周年っていうのがもう来るんだ。いやでも去年の今頃は病み上がりで大変だったよ。そうでしたよね。体調閉塞でね、心配しました。俺呼んでいただいたとか、お邪魔したのはあれ20周年だったの、まぶしさんの。あの玉置さんなんかいらっしゃってね、あれ20周年でしたっけ。第3も見えになれない帝国ホテルでした。でもついこの間のようだけど、あれからじゃあもうそんな経っちゃったの。いやいや、あの TBS の番組は早いんですよ、年数が。犬みたいに早く犬で4つ取る。4つ。だから秋山千代子さんって90歳だと。あ、でもね、まあ言っとく、今日は俺はね、TBS じゃなくて、天下の文化放送に、ね、文化放送が今ね、ここ、有楽町に来たじゃない。有楽町浜松町じゃ。違う、有楽町にも続いてるじゃん。続いてるじゃん。山手線。それでね、そこへ来て、こんな立派なホテルで。ホテルじゃない。これが文化放送新社屋なんですよ。で、あのね、鈴木園子さんのね、ねえ、あのビルもそばだし、よく行ったことあるですね。ルノワールとかゴッホの本物があった。絵の入ったんだ。多いな、また。いや、それで20年でしょ。20年っていうのはまだまだ。まだまだね、青二歳みたいなもんですよ、本当に。でも彼女の声が明日で終わりっていうことは、聴取者の人たちはね、ほっとしてる気ですよ。いやいや、やれやれ、いやいや、さっぱりするだろう。同じじゃないですか。何ですか、マジ。何してくれたんですか。いやいやいや、なんかさっき、まぶしさん、そう、お休みの時、切ったの大冒険、さっき歌ってたね。そうそう、歌って、またそんなとこ聞いて。あの七不思議、この番組はそんな下品じゃないんですから。さっき下品じゃないの。あれそれ日本放送聞いてたんですよ。何言ってんの。あれ日本放送、日本放送。あれは TBS さん、そんなことでお約束通り、なんで手ぶらなんですか。あ、聞きましたよ、ほら。お約束通りってどういうの。それ聞いてくれって言ったじゃないですか。今本もらったり、それから入り口に花を。あなた方あれだよね、俺が入院してる時花いただいた。いやいやね、だから花飾れないんで、ちょっと向こうに持ってってくれっていうのは、俺が管つけてたりなんかしてる時だね。いう状況だったからね。そうそうそう。ありがとうございます。それで今日は、ね、こういうことだって言うんで、持ってきました。今ね、土曜ワイドと同じ。ハブ三太郎さんが、ハブ三太郎さん。さんちゃんが、こんにちは。今、キュートともに。六助です。長くやってるの、レーサーの真似までできちゃうようになっちゃって。どうぞお座りください、マイクの前に。ハブさんも、だから、今、おいくつになれたんですか。僕、40。42です。後役です。後役で、前はだってお会いした時はいつも若いなと思ってるうちに、今も若いけど少し落ち着きが出てきましたね。でもハブさん少年のようですよね。でもね、土曜ワイドね、 TBS 以外に声が出たってのは初めてじゃないの。そんなことないでしょ。
いやそうだよな。そんなことないんですけども。どっちなんですか。だってあのマムイさんが超閉塞の時に喋ってらっしゃいましたもんね。いろんなところでやられたとかね。木村拓哉とかさ、ありがとうございます。何も聞いて。あの赤坂の名物のサンフルーツのゼリーとありがとうございます。ケーキ。ああおなじみの。相模屋のあんみつ。そんなにいっぱい。それからね、四ツ谷の金商売。ありがとうございます。懐かしい。懐かしいな。金商売懐かしい。文化放送ないんですよ。あそこないんだってね。もう跡形もなく。マンションが文化放送が沼になっちゃってあそこに沼じゃない。え？なんで沼にしなきゃいけないの？それはなんですか？あ、これはグッズ？ホームページインターネットで買える。これマルチプロ制作の。はい。これはすごいです。まだ長生きしないと。ホームにも焼けないとね。やっぱこう湯飲み焼けないとね。これ人形もあんのこれ。人形とはい。ああ。これね。これ TV では作ったけど全然売れねえんだよ。以上商売終わり。本当にお疲れ様でした。本当にありがとうございましたね。どうも本当にありがとうございました。言ったじゃないですか。さっき言った言った。相模屋からね、もう赤坂で一番古い店なんです。そうなんだ。これでね、どんどんありがとうございます。なんだかんだったってこれ俺の金で買ってんだよ。それはわかりますよ。だって事務所の金なんだから。感謝は俺だよ。まあそういうことですよね。感謝にほら住む人が少なくなったっていう。振り込まれて参議院会館ですよね。いやいやだけどね、俺あの昨日の日経新聞にもね、あの FM が小学校6年かなんかの子が喋ってるっていうのが今受けてるっていう。へえ。66歳の方がミニ FM ね、給付って強制してるっていう。3時間ばかり小学生が喋るという。いいですね。で FM って言ったら音楽流して大人のっていうイメージがね今まであったけど、町のね地域のことをね小学生が喋って、おじさん聞いてくださいねとか、おばあちゃんそこはねドブ板がね傷んでるから気をつけてくださいよっていう、それの応援のねメッセージを。だからラジオはね今ね、やっぱりそういう点ではね、俺素晴らしいメディアだと。いや本当そう思いますよね。だからテレビだってね、これから朝行くのも、そうなんですけどね。そしてまあ彼女は彼女でこれからフリーでね、この声がやっぱりあのまたなんていうの、聞いて極楽見て地獄っていうのもあるから。またもう前ですよね。ありがとうございます。そのまあもう勉強したいですよ本当に。だってそれは英語で言えばそういうふうになるじゃない。今英語でしたもんね。英語でしたよ。あのラジオだけ。ほんでね、俺のね番組はね、メシの人が来るんですよ。ああそうですよね。全盲の方とかね。いやいろんな方が本当に来るんだって。もう本当そうですよ。だからあの透析してる方とかね、酸素ボンベ持ってる方なんて。やっぱそれはもう透析して、うちの親父なんかもう死んじゃいましたけど、透析やってる時やっぱラジオ聞いたりとかいうので、あの辛い時間をなんとか過ごせるっていうね。だからね、あのある意味ではね、ラジオってマイナーメジャーだとね、メディアだと言われるけど、マイナーじゃないですよ。っていうのはね、俺たちがね、そういう気持ちを持ってなきゃダメです。そうだよね。だって別に卑屈になったらダメだしね。ラジオ必要もないし。久米宏なんてよくないよ。ラジオなんですけどなんていう、そういうね、引いたね。俺はね、やっぱり久米宏は違ってると思う。あのタイトルおかしいって。TBS のね、連中がああいうタイトルをつけるのはね、ラジオだぞこの野郎っていうぐらいの。そうだね。本当だ。だってこんな立派なね、貸しビルを作ったじゃないですか。貸しビルじゃないですか。これ自社ビルですから、赤星さん。そういう評判がやっぱ立ってた。いや、築地にあれば貸しビル。うまいな。もう、どうしてそうやってシャレ飛ばすんですか。やられちゃった、嵐さんに。あのね、吉田テレビはね、ウルトラマンの大ファン。大ファンなんですよ。そうね。俺今40年経ってんだけどね、まだウルトラマンの3位ね。いまだに嵐隊員っていうのでも通じちゃうわけだからすごいですよね。あんまり変わってないのかな。変わってないですよ、マムシさんは。だけどマムシさんは今目標はどうなんですか。もう年数とかそういうことも関係ないんでしょ。要するに今こうマムシさんのラジオっていうのはっていうかな。俺ね、あのはっきり言ってね、ここだけの話、ここだけの話流れてます。秘密を守ります。あのね、本当は俺の番組終わる予定だったのよ。4月。いつの？いやいや3月で。いつの？ああ明日だよ。えおい本当？本当だよ。嘘。いやまた冗談言って、いろいろとあの朝月曜日から聞いてくれればわかる。だけど番組は続いたの。あらそう。続いてるのはいろいろ聞いてくれればわかる。ああそうだね。だからいろいろ大変で。あ設定で来てますね、はっきり。いやいや大変でいろいろあるの。それ聞いてみれば具体的には言えない。でもそんなこと言ったらね、昨日もゆうじさん言ってたけど、あのゆうワイドにしても A さんにしても一回ちょっとそういう動きがあったっていうね。あの番組自体が。そう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 。いうこともあったでしょ。若返ろう。あそうそうそう。ねで A さんもねいろいろ変えてとかって言ったら、やっぱりラジオはねお年寄りの人が喋っていいんですよ。そうですよ。
ね、聞いてる人はお年寄りとは限らないよ、うんうん、そうでね、俺の番組ってね、うん、若い人も来るんですよ、うん、というのは、うん、あんなに年寄りを打滑のごとく愛しててね、うん、愛してるんじゃないバカなとかね、うん、汚ねえなとか、たまりでもないとかね、うん、賞味期限切れてるとか、うん、賞味期限切れてるって言ったらどっかの菓子会社はダメよね、うん、そういうの使っちゃうね、そうだけど、あの、うん、俺の場合にはそういうこと言っても来てくれるっていう人を見たらね、うん、これは続けるべきだなと、うん、それでね、ある意味で動きがあったの、そしたらね、すぐ次のところが乗ってきちゃったの、うん、ああそうなんだ、これは具体的には言えないけれども、まあ聞けば分かる、月曜聞けばね、内容は変わんない、うん、あ、そうあの通りをやりになってた、じゃあ理解のある方が、いいね、そうそう、私あの大塚さんとお会いしたいんですよ一回、ああよく聞いてるね、三輪明宏さんのモノマネが上手な方、もう絶品ですよね、それでね、全盲の方よ、そうなんです、ね、これで平塚の長男のね、うん、平塚でマッサージやってる方、うん、それで落語も大好きなの、で男子の前でよく聞いたりなんかしてる、それであの俺のまあまあ不安で来て、うん、それであのてるみちゃんはあるかな、そういう経験が、うん、何ですか、メシのね、うん、全盲の方にマイクを向けるって言った時に、うん、小松さんどうやる、いや普通にそのまんまですよ、なんかやっぱ変えなくちゃいけないです、じゃあ言葉では、あ言葉ではだからそのこの方を紹介する時に、うん、っていうか喋ってもらいたい時に、あ喋ってもらいたい時に、喋ってもらえた時には別に普通に質問ぶつけちゃうだけですけどね、質問するでしょ、うん、でマイクが言ってるようなふりするでしょ、うん、まあそうですね、ほらとか、うん、そうでしょっていう、もしくはちょっと肩を抱いたりするかもしれない、あそうですね、うんうん、あのコミュニケーションとか、あそうだけどその彼は大塚匠って言うんだけど、ね、うん、彼は俺と喋ってるのは目をつぶってれば絶対にメシの人だとわからない人よ、あ会話のテンポがいい、いいです、それが宮さんの声色でちゃんと言ってることがうまいんだよ、もうね憑依してますよね、でもまあそういう方いっぱいいらっしゃいますよね、だからラジオを聞いてる方にはそういう人がいる、でもね大塚さんダントツですね、私一度お会いしたくて、ね、今ね彼のファンができちゃった、そうです、私もファンですよ、で今日はね今日行くじゃないですか、あるね、俺今マムシさんのね時間で聞けなくなっちゃったからね、それはあんた文化に遅れたんだよ、あでもごめんなさい、文化放送それでね、うん、その人がいないんですかって聞かれますよ、そうですね、それぐらい人気者になっちゃってる、宮城さんがねなんかの番組で僕のモノマネをやる人がいるんだってね、伝わったんですね、伝わったんだ、うん、あれ宮さんと話したらどっちが宮さんか分かんないぐらい似てるの、宮さんより似てるかもしれない、俺その噂はずっと聞いてたから、うん、それは聞いたいなと思ったんだ、宮さんが埼玉とかに行っても今日大塚さんはいないんですかってリスナーの方が聞くくらいですか、多いね、うん、てかゆりちゃんも、うん、今日は湘南の地区だからいるんじゃないのなんて言ったら、ね、うん、あそれぐらいなもんなんだ、うん、だけどだラジオってのはそのぐらい深い、うん、っていうかそれだけ、まあね、ある意味では障害を持ってる方とか、うん、ねその、うん、あのハンデを持ってる方が聞いてるんです、うんうん、テレビでは ね、 そうですね、ああいう人はあの、うん、会場へも入れないし、はい、映さないし、うん、ということが多いと思う、まあそうね、でラジオはね、うん、で俺の周りにそういう人がたむろすわけですよ、汚ねえババアだってハンデですよね、いやバブさんね人のことばっかり言ってるけどね自分だってもういつの間にかジジイババアになるのその世界に行ってますからね、そう言ってる僕だってもうそうだから俺あさってでね、いくつですか、おいくつになるんですか、30超えましたよ、ね、もうほんと殴りたいですね、11年生まれ長嶋千代さんとかない、昭和ですよね、当たり前じゃない、はいはい、大正11年なわけねえだろうよだからよかった元な元年いやだから、うん、71ですよ、あそれで、うん去年ね患ったでしょ、はい、で41日間 ね、 ね病院にいてね、病院の窓からね駒沢公園のね桜がまだ咲いてないんだ、はいはい、なんとなくあそこは桜の山になるなと思ったわけ、ああ退院してね歩いてこれが見られりゃ幸せだなと思って、だから今みたいにね今日みたいにここのねこんな秋田屋のそばまで来られてねはっきり文化放送って言ってくださいよ、なんで秋田屋からさ助かりに、いや秋田屋のそばにある文化放送そばにある文化放送ですよ、有名だから秋田屋はね、もう確かに ねでもねマジな話もう、うん、あのね映画の寅さん終わっちゃったけど、うん、前も僕申し上げましたけど、うん、やっぱマムシさんはもう寅さんみたいな感じですよね、本当に私は女中のお寅さん、それじゃないあそれ柳家金吾さんが出てた懐かしいですよ、マッチゲンが出てきちゃいますよ、こうやってあの吐いてね、そうそうそう、お寅婆さん、お寅婆さん、あのね、うん、これはね俺、うん、ラジオの寅さんっていう風に言われたことがある、うん、そうですよね、完全にもうそういう寅さんが相変わらずバカかっていうのとマムシさんが汚いババアっていうくたばり損ないっていうのはほとんど同じですからね、そう
トラさんがね、あの、新名会の通りを通りながら。そうそう、相変わらずバカかと。おい、相変わらずバカかって、向こうが、バカ野郎、またあんなこと言えなって。そうそうそう。そういう本当のこと言うんじゃねえなって。そういう感じ。これが面白いんだから。いいんですよ。あ、そうか、俺が。でも、マジに後継ぐ人が本当にいないんだよな。いないでしょうね。マムさん、なんか、マムさんが積んじゃうわけ？要するに。トラさんって言われると、厚見さんじゃないけどね、亡くなったりなんか。そう。で、厚見さんの、トラさんも昭和44年が第一作なの。え、同じですね。俺の、よ、厚見さんのミュージックプレゼント。そういうことだ。それでね、厚見さんに会った時ね、厚見さんがね、あの、まむしさん、まむしさんもラジオで、あの、同じなんだってね、スタートかって言ってくれたのよ。で、浅草で俺、トラさん、あの、厚見さんに会ったの。三社祭り見えてきた。あの方、帽子かぶってさ、あの、ひそやかに見てさ、本当は。全然イメージ違うんですよね、トラさんとは。植木さんみたいな、あの、植木さんはああいう役だったけど、本当は真面目な方。そういうことです。トラさんもそう。そうですね。それで、まむしさんはそのまま同じ。いや、同じっていうか、まあ下町にね、二極端あるんですよ。本当にそういう下町のやつと、実はシャイな人とあるんだよ。俺も本当はシャイなのよ。本当？俺ね、レインコートの襟を立ててね、銀座のね、あの地下のミヤっていう店でね、ずっとカウンターでね、水割りとか言って飲んでたらね。10分ぐらい経ったらね、後ろからね、カッコつけんじゃねえ、バカ。ビチャってされたんですか。そのね、顔の輪郭は隠しようないですか。そうですよね。背中にね、男のね、あの美学があるかなと思ったらね、バカにされちゃった。だから、あ、俺は、俺やっぱり、まあ、ラジオの寅さんになろうと思った。ね。それで、厚見さんがそう言ったら、面白いことにね、ああいう厚見さんの場合ね、厚見さんと寅さんが一緒になっちゃうのね。ああ、そうですよ。それで、俺と話したらね、そこに通りかかったおじさんがね、厚見さんって分かったわけ。お、あれだ、寅さんだ。寅さんだっていうね。寅さん、寅さんと俺見てんだよ、一作目から、どうも握手してって言ってんだよ。厚見さん、テレビで。どうも、どうも、ありがとうね、なんつって。で、トラさんって言ったおじさんがどんどん行ったんだよ。で、しばらくしたらパッと戻ってきて、あ、トラさん、厚見さんによろしく言ってくれって。それぐらいなんだ。要するに、なんだかわかんぐらい。ああ、面白いな。わかる、心理的に。わかります、それはすごい。その人が真面目に言ってんだよ。だから俺もそうなりゃ、ね、でも、だからね、タクシーの運転手さんがね、まむしさんね、まむしさんはね、ラジオで言えばね、トラさんだよ。本当そうですね。っていうのね、映画じゃ厚見さんだけど、まむしさんはラジオのトラさんだよ。まあ、本当そうですね。で、我々はね、運転してるから、テレビは見られない。で、ラジオというのは、車に乗ってる我々にとっては大変なね、メディアなんだ。で、やっぱ喋り手にとってもね、まむしさんがそういう形でやってくれてないと、なんかね、こちらとしてはなんか目標がなくなっちゃう感じがするから。この話にオチがついてるんで。何ですか？で、まむしさんね、まむしさんはラジオのトラさんだって言うんだよね。あ、そうだ、俺たちは車に乗ってるだろ、車とラジオだ。なるほど、車とラジオ。で、車とラジオ。うまい。だからね、ラジオでこうやってるとね、素人の人に負けることが随分ある。これが俺のね、若さの秘訣だね。だから、ババアにもジジイにも、それから若い人にも、学生もよく来るね。そうですよね。だから、テレビちゃんも、ね、あの、まさこちゃんも、ラジオで随分20年の間に随分。まあ、ありがたいことですよ、本当にね。それから俺の場合にはね、外だからよく物もらう。それは何よりですけど、まあ、とにかく本当お忙しい中、駆けつけていただいて。本当に忙しくて気がしないんだよ。それからあの TBS のね、あの柳沢という人のね、娘がさっき会ったら、小松さんによろしく言ってくれて、あなたにもよろしく言ってくれて、分かりました、言ってました。柳沢のりおさんのお嬢さんです。ああ、そんな細かい情報ありがとうございました。ということで、徳丸三代さんとでした。どうもありがとうございました。今後もよろしく。いや、いていただくんなら、まだいていただいて。いや、この相模原のこれ持って帰ったら、見せるだけだ。まむしさんとでした。ありがとうございました。どうぞお聞きください。ありがとうございました。